社員と俺は役者不足か。専務、来い専務。専務とかいたっけ。仕事の時間だぞ。ありがとう世界中に。さあ専務、私の右腕としての役目を果たせ。奥村フーズ永遠の繁栄のためにな。何、専務とかいたっけ。向こうの方が戦力が上よ。初だよね。これもまた私。おお、勝て。ガルラ違う、なんか言ってんな。ルフーラポータポータラ割ろうか。薬品パンチ、お父様の判断に間違いなどありません。行くぞ。おい、気が全然効かないね。敗北を認めろ。防御が上がった。あ、こんなんあったんだ。ちょっと待って、今気づいた。敵全体の防御低下だって。こんなんあったんだ。うわ、もったいな。とりあえずこれ使うか。ステータス上昇を解除。でまず弱点を探りたいから。違う、だいぶ彼はもう一人の俺だ。もう時間がないぞ、急げ。違う、ここはペルソナで。あと雷か。専務何をしている。やり方は手ぬるいぞ。もっと働け、もっと貢献しろ。時間ないんだけど。私の命運は貴様の働き次第だぞ。ちょっとそれやめてほしいな。もう一回使うか。洗礼水どこ行った。じゃないんだ。だったら全員の防御上げようか。ナイス。じゃあとりあえず雷いっといて。違う、あと火か。あ、これ入ったけど、ちょっと待って、ないな。銃撃がないな。ジョーカー指示をくれ。銃撃がないですね。お、投げて、まだ終わらないぞ。ここで撃つか。うまっ、いいよ。行くぞ。うざっ。で、結局弱点ないんだ。光違うよね。どうしようか。この人ができることあんまないんだよな。確熱か。確熱。美しく片付ける。確熱。あんま考えらんなくなってきたな。もう5分切ってるからね。敗北など許さんぞ。貴様は我が社の名を背負っているのだ。命に代えても連中を倒せ。起きてよ、ジョーカー、ジョーカー。はい、やり直してるわ。で、なんだったら2回やり直してるわ。くそ。ねえ、1回やられたんですよね。やられたら時間切れか。うまくね、回らなくてね。どうしようかな。相手が今すごい強い状態なんですよね。
これ使う？敵っての全能力を低下、はい、もう下がりきらないんだ。でまた爆発来たら厄介だからガードショット。あー耐えた、耐えたけど空腹になったよ。クイーンが空腹状態、攻撃力が大きく下がってるよ。空腹か、まあまず全体回復だよね。クイーンに回復してもらいたいから空腹を直そうか。ちょっと待って、本当に時間がない。ん？空腹だけ直すやつ分かんないな。こいつの出番だ。これ使ってもらって、で全体回復入れて。オッケー。いやさっき一瞬でやられたからね。オッケー、ナイス。でユウスケの氷が結構効いてたイメージがあるから放ってもらう。もうないか。おとそ敗北を認めろ。おい入ったね。行くぞ。敗北を認めろ。ノワールが空腹で困る。ユウスケには氷やってもらって。入った、やっぱ入るね。これで直すか。焼きそばパンでも直せる。こんなこともあろうかと感謝です。ペルソナ、こうです。うまい。ユウスケだけか。魔法一回反射。音。行くぞ。ちょっと待って、これはまずいな。魔法一回反射か。じゃあ大丈夫なやつだけ投げたいんですけど、これ投げらんない。投げらんないね。弱いやつだったら固定ダメージのやつ投げようか。うん、あやべ、うっそ、そんそんなことあんの。とりあえず全体ステータス低下直して、でこれかな。オッケー。で10倍感電してもらってもいいんだけどね。ないか。あ、感電入った。何もできんでしょう。いいね。じゃあいいね。ただ触れらんないからどうしようか。う、防御下げて。デカじゃないっけ。デカじゃは相手のあれを下げるんですよね。下げるじゃない、ステータス上昇を打ち消す。これだね。洗礼水でも OK。で、これもまた私。オッケー、倒した。全部まで。いいよ、時間。誰か、誰かいないのか。つか時間厳しくね。産業医。いなかった。どうして誰も来ないのだ。お父様、社員さんたちにも見放されてしまったのですね。決着をつけましょう。ジョーカー、くそ、こうなったらハル、お前が行け。我が社の意向を知らしめてやるのだ。はい、お父様。奥村フーズは私が倒れたら終わりだ。お前なら渡るだろう、ハル。もちろんです、お父様。
ならば身を挺して死んでも私を守れ。承知いた。あ、やべ、飛ばしちゃった。早くしてほしいんですけど。人形みたいにうなずくことしかできない、ただの道具。それがお父様にとっても私、お父様のために。自爆？ペルソナ！奪え！そんな。向こうの方が戦力が上だ。無理はしないで。一旦回復入れたいけどね。ペルソナ。回復入れようか。はい、時間ねえんだって。無駄な会話はちょっと厳しいよね。ペルソナ！そんな。会話を。何それ。どうしたというのだ。これでは私の夢だ。こうなったら仕方がない。自爆だ、ハル。自爆して続動を吹き飛ばすのだ。奥村のやつ、実の娘すら犠牲にする気か。みんな、自爆される前に壊しましょう。でもノワール、あれは。私はもうお父様の言いなりだった私じゃない。本物の私はここにいる。愛者精神を見せろ。行け、パワーアーク。自爆までに行けるか。弱点分かんないんだよな。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。前は何時。主人公やられた終わりだから、一旦これ、さっきもあったからね。二打点今後使ってみよう。で、この使うか。こんなこともあろうかと。で、よう受けた。大丈夫。春をもってしても仕留められないと。誰でもいい。誰かいないのか。お父様、決着をつけましょう。覚悟。戸惑っている。時間な。だいぶカウントが進んでる。もう時間がないぞ。もう一発かよ。うわ、よかった。いやー、これね、3回やり直したわ。時間というか、時間っすね。時間の、と、あとビッグバンチャレンジか。どうよ、熱い技だろ。うん。なんか、リュウジ全然使ってないな。マージオンが。我が輩の魅力がまた増えたな。うん。ヒートウェーブ。いい技だ。あ、いいね。全体大ダメージ。だんだん上がっていくね。新スキル習得。早速使いましょう。ボス前に覚えておきたかったね。ブースターとか。所詮、敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か。お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり、排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰と、どんな契約です。
泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止めらんねえのか。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに頂戴したぜ。あれ？最後に教えてくれ。その悪党の顔を見たのか？もう聞く時間なさげじゃね？現実世界で問いただせばいいわ。バーサ、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない。グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。仕事したぜ。そういやモルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人館の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯人じゃなかったけど、排除依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か。奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。やばい、これはいい値段だな。趣味の品はこうなることもあると聞くが。プラスチックにどんだけ金出すわけ？ところで改心って具体的にはいつ起きるの？近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。
いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに、おとなしくしていればいいものを。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不敵な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは我が輩自身だったよな。そんなことないよ、誰でもある。ありがとな。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。うん、目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか？うん。部屋を手に入れる。うん。やっぱそれだろう。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。うん。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。かばう。まさかモナが。よし。それに安殿にも喜んでほしいしな。ああ、それについては申し訳ない。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。さてと。うん、うん、あ、歓迎会ね。まあ終わってからでいいんじゃないですかね。学園祭をみんなで回ってみたい。ああ、ゲスト。ああ、高校が呼ぶゲストね。芸能人とか。はい、黒仮面が出てきましたね。まあ口封じというか、あれどうなのかな。多分やばいことになるよね。改心どころじゃないと思うんですけど。はい、まあかなりの強敵でしたけども、奥村をやりましたということで、今回これで以上です。残り14日、過ごしましょうか、次からね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。